We've had this conversation and you seem to agree with me. But when there's complications, you withdraw and leave me to be. When there's a problem, you become like a wall. And every time I try. せーの、こんにちは、リナです。今回はほぼグレールで春ルックブック、はい、ということで、ちょっと前にこのグレールの超大量購入品紹介の動画をアップしてるんやけど、この時のアイテムを使って今日は7コーデ組んでみたので、みんなにね、とびっきり可愛い春コーデをご紹介したいと思います。これも最近出した動画で、毎日メイクの時にちょっとご報告したんやけど、矯正を始めて、でついにね、ワイヤー、下ワイヤーとマウスピースで入っているので、めちゃくちゃ喋りにくくって聞き取りづらいところがあるかもしれないですが、そこだけちょっとすみません、頑張って喋りますはい、では早速やっていきます。スタート。 I don't know who you are. I don't know what you've been through. Why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you.はい、ということで1コーデ目はこんな感じでコーデを組んでみました。もうな、毎年定番ちゃ定番やけど、デニムとボーダー合わせは絶対やりたいと思って、で、このデニムジャケットは今回の購入品じゃなくって、秋ぐらいにゲットしてたやつやねんけど、お、もうそろそろ着えるんじゃねと思って引っ張り出してきました。かなりオーバーサイズで、お尻もね、がっつり隠してくれるぐらいの丈感なんやけど、このオーバーサイズがめちゃめちゃ可愛い。こういう切れ目なパンツの上からこうゆったり羽織ってあげるのも可愛いし、もちろんミニ丈も可愛いし、で逆にこうゆったりしたようなパンツと合わせてあげても、こうゆるゆるコーデで超可愛くなるし、かなり着回し抜群なデニムジャケットです。でな、このボーダーがさ、超可愛くって、よいしょよいしょ、首周りが少しだけ幅広に空いてるような感じやねんけど、なんかサイトのモデルさんは片方の肩をこんな感じで出したりとか、あとは両方出しちゃってもうデコルテもがっつり見せるみたいな感じでも着てた。でも両方出すと若干きついかもし、なんか服が伸びそうで怖いな。まあ出すならこう片方出すくらいとかがちょうどいいのかなって思います。あと袖のところもこんな感じでスリットが入っててアクセントになってるのも可愛い。1枚で着てあげてもだからすごい可愛い。アウター脱いでも可愛いっていうのはかなり個人的にコーデを組む上で重要視してるポイントやから、これはなんか例えばマスキピとご飯行った時とか、こうアウターを脱いでご飯屋さん入った時とかにチラッとこの肌見せする感じ、これやっていこう。キュンポイントような多分こういうので、パンツはなんか黒にするか悩んだんやけど、まあ、やっぱ春やし、もうせっかくなら爽やかで攻めようぜってことで白にしました。これめっちゃお気に入りのパンツ。ただやっぱり白って結構さ、下着の透け具合とか気になっちゃうと思うねんけど、まあ、そういう時はこれぐらいのさ、オーバーサイズのがっつりお尻も隠してくれるようぐらいのアウターを1枚羽織ると全く見えへんくなるから、よくこんな感じで白いパンツ履くときは合わせてます。ってことで次、さ、レッコーマな、前回の購入品時に紹介し忘れとってやばいと思ったから、もう今回のルックブックに絶対入れ込みたかったので入れ込んだんやけど、裾がめっちゃ広がってるようなやつやねんか。キュッてなってたら止まってくれるから引きずらへんねんけど、広がってすぎてるからさ、めっちゃ踏んじゃうし、右足で左足を踏んじゃったりとか、歩きづらかったり、床に絶対引きずるから、これってどうやって履くのがさ正しい。このアウターのさ、緑が差し色ですっごい可愛いから、これを全力で全開で活かしたいなって思ったから、他は割ともう黒でシンプルな感じの色でまとめました。これはな、最近一番のお気に入りバッグかも。めちゃめちゃ可愛い。割と普段モノトーンとかシンプルなベーシックなカラーの服をいっぱい着ますっていう人とかは、これを機会にちょっと小物で遊んでみてもいいんじゃないかなって思う。普通にな、取り入れやすいし全然合わせやすいから、一つ持ってたらかなり
おしゃれドアップするし使えると思います。ってことで次ちょっとリップ塗り直そう。さっきが割と薄めピンクやったから今回はちょっとパキッと濃いめピンクで、ペリペラの05番。あ、でさ、みんな今回目代わりなんか買った？みんなは買ってたやつが届きました。これもな、今日早速使ってて、まずこのクリオのアイシャドウパレット、フルーツマーケットみたいなやつでさ、こんな感じでマジでフルーツマーケットのシールがついてて、なんか自分でデコできるよみたいな感じやねんけど、やっちゃおうこれさ、可愛すぎて色味が、じゃじゃーん、こんな感じでシール貼っちゃいました。かわいい。あ、でマジでみんなにおすすめしたいやつがあってさ、これも今回の目代わりで買ったんやけど、アミューズのプランパー、これアーミラメが入ってるからブルベさんとかマジでおすすめやねんけど、結構なピリ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 っていうかスースーする感じで、うわ効いてるわーって感じるし、めっちゃかわいいねこれが。マジかこのツヤ感ってぐらいめっちゃプルツヤキラってしてるくないこれマジで最近買ってよかったアイテムです。そしたらコーデいきまーす。あ、ちなみにさ、前髪どう？今日のいい感じ？こんなことやってる場合じゃない。いきまーす。このワンピースはですね、去年の夏にゲットしたもので、もう超お気に入りで、今年もめっちゃ着まくるぞって思ってもう引っ張り出してきました。ちょっと早くなとか思ったんやけど、まあ、下にあの T シャツロンティー着たりとか、まあ、こういう厚手のニットとか着ちゃえば全然今からでも着れるやんと思ったから着てみたんやけど、めっちゃ可愛くない？こんな感じで肩のところはリボンになってて調整できるし、このふわふわ感がな、最高なよな。でこのカーディガンは今回の購入品なんやけど、パールのボタンになってるんよな、ここが。これがすごいお気に入り。あとこのふわふわってした感じ、ゆるふわ女子って感じじゃない？でこのコーデは差し色に、まあ、パキッてした色ってよりかはこういうデニムの小物を持ってきて春っぽさをプラスしてみました。だからリップは余計にこういう先塗り直したんやけど、明るめのパキッてしたカラーの方がこのコーデは可愛いと思う。こういうフレアワンピとゆったりニットを組み合わせちゃうとちょっとズンとしちゃうというか、なんか似合わへんねんなって思う人は、このデニムジャケットがショート丈なんやけど、ほんまに可愛くて、これも今回の購入品のやつで結構お気に入りやねんけど、こういうのをね持ってきてあげると腰の高さがグッと上がってくれるから、よりスタイルアップして見えるし、スッキリして見えるかなと思います。ってことで次、はい、4コーデ目はこんな感じにしてみました。ちょっとこだわりをたくさん詰めてて、まずこのさ、レザーのアウターなんやけど、結構かっこいい感じではあるねんな。でもなんか金具がジャラジャラついてるわけじゃないから、割とシンプルでかなり着回ししやすい。でこの帽子をかぶって、お、なんかちょっとかっこいいんじゃない今日はと思いつつも、あれでもピンクが入ってるな、しかもパールなんかもつけちゃってっていう、このかっこいいのかかわいいのかどっちなんだいっていう絶妙なバランスがめっちゃかわいいと思って、こんな感じにしてみたんやけど、どう？あとなんか前髪もさ、この上からかぶったらいい感じになった。普段のちょっと重ため前髪をそのまま出したままやったら結構なもっさりしちゃったからそう、割と少なくして出しておくのが一番可愛い気がする。今回のな、購入品の中でもお気に入りのアイテムをギュッと詰め込んだコーデになってるから、全部なこれは推しです。
でも特にこのパールのデニムはマジでトレンド感あるし、で低身長でもすごい履きやすいから、であとはもうな、可愛い、とにかくこんなかっこいいコーデに入れても馴染んじゃうぐらいすごい使いやすかったりもするし、やっぱ春といえばピンクのイメージがあるから、ピンクとこの薄めの青のデニムカラーとっていう、なんていうのかな、もう間違いない組み合わせやんか。そこでちょっとぼやけないように小物とかアウターでしっかり黒で締めていくっていう感じ。やっぱ黒で締めてあげるだけで全然違って見えるから、逆にこれを白とかにすると結構爽やかで可愛くて柔らかい感じの雰囲気になるから、自分の好きな雰囲気に合わせて小物の色とか変えてみるのめちゃくちゃおすすめ。次、このそこにハリネズミがはい、次5コーデ目はこんな感じで、もうめちゃくちゃ個人的に超タイプで超大好きなコーデにしてみました。このスカートがマジで可愛すぎて、なんかプリーツやねんけどプリプリしてなくってさすごいベルトもついてて、今のトレンドをしっかり抑えつつ安くて中パンツになってて可愛くてっていう、マジで最強で、ジャケットは GU で、でこのスニーカーがアディダスのやつやから、ちょっとこれだけなグレルじゃないねんけど、暗めのトーンのコーデやねんけど、足元でめっちゃはっきりしたようなこういう赤を持ってきてるっていうのがすごいポイントです。派手かなって思いつつな、このアディダスちょっとお買い物してんけど、最近マジで買ってよかった。シンプルなコーデの時でも味が出るというか雰囲気が出るのでおすすめですってことで次、Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. はい、ということで6コーデ目はこんな感じです。このアンサンブルがもう激推しすぎて、ニットなんやけどかなり薄めの素材やから、これからめちゃくちゃ使えるなって感じやし、これさ1個ずつでも使えるやんか、これだけとかカーディガンだけでも使えるから、なんかコーデの幅もすごい広がるし、1着持ってたらこれマジでこの春大活躍間違いなしかなって思います。で、あとショート丈なのもな、低身長からするとマジでありがたい。このデニムが最近もうマジでえぐいぐらい感動したデニムで、 GU のやつやねんけどさ、 GU 購入品紹介の動画アップしてるのでよかったらそれも見てほしいんですけど、これなえぐい。なんかブルー系のデニムをよく持ってるからネイビー買っちゃおうと思ってネイビーにしてんけど大正解やった。足超長く見えるんだ、でウエストも細く見えるし。で、今回差し色はバッグにこちらのピンクを持ってきました。これグレールで去年ゲットしたやつやねんけど、クシュクシュ感が超かわいい。はい、ってことで次がラストのコーデでーす。ゴー。 Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash.はい、ということでラストコーデはこんな感じのスポーツミックスコーデにしてみました。もう去年に引き続きね、まだまだスポーティー要素が入ったコーデがトレンドということなので、こんな感じでね、なんかスウェットっぽい感じのちょっとツルツルした素材なんやけど、こういうスポーティーって感じのトップスにこちらミリタリーのミニスカを合わせてみたんやけど、これがほんまにみんな買ってほしいっていうぐらい、峰だけ好きな人はもう絶対好きやと思う結構な、まあ、短めではあるねんけど、まあ中パンツになってるし、でこれはもう結構前から持ってんねんけど、販売しても絶対再入荷してくれるぐらいやから、でしかもずっと置いてんねやんか、だから多分な人気商品だと思う。こういうスポーティー系のトップスとめちゃくちゃ相性もいいです。バッグは安定にこちらのシルバーでーす。はい、ということで以上がグレール縛りのルックブックやってみました。
もう春が待ち遠しいよな。もうでももうすぐね来ると思うので、ぜひこのルックブックを参考にして春休みお出かけしたりとか、ぜひねこのルックブックを参考にしてもらって、春ね多分春休みお出かけとかいろいろ旅行とか行くと思うので、そういう時のねお出かけコーデの参考にしてみてください。ということで、この動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あとインスタや TikTok もやってるので、そちらのフォローもぜひお願いします。聞き取りにくくなかった？頑張って喋ってたつもりではあるねんけど、なんか噛んでるところとかあるかも途中。はい、ってことで、バイバーイ。